そうだね。これも情報はもう追加で、おー、どうしよう。おー、出てきた、出てきた。返してくれた頃に。追加情報はないんですか？フード情報は後日、まあ、まだ我々調整中ですかね、フードを感じて。超絶激辛なの用意しちゃおう。辛いの、ふぶたんの。辛いのにしちゃおうかな。そんな辛いの用意するからにはね、完食した後には甘いフブニャのスイーツも用意してもらわないと困るよ。フブニャの甘いスイーツ？ないよ、妹スイーツ。妹スイーツはないんですか？ねえよ。ねえよ、妹、なんだよそれ。おかゆが出すよ、じゃあ。ねえよ。あれならあるよ、あれなら。妹スイーツって何？ナス。でかー！ナス社ならあるのがいい。ナス社がフードに出るってこと？出ないんですよ、実は。出ないの？出したかったんですけど。ナス社の麻婆豆腐とか出したかったんですけどね。麻婆ナスかな。麻婆ナス。ナス社の麻婆豆腐ってこと怖いな。怖い。ちょっと目と口がついてるところに当たっちゃったらちょっと怖いかも。うわ、怖い。確かに。別添えでね。麻婆社にならなくてよかった。麻婆社。マボナス社。なんでナス社なんだろうね。いや違う、ミオ社のあれでしょ、スタンプにさ、ナイスな椅子に座ってるナスがあるから。はい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 。ナイスな椅子に座ってるナイスを、ナイスなナスか。いや、ナイスな椅子に座ってるナイスなナスでしょ。もう一回言って、何。でもさ、これはさ、別にさ、ナス社じゃないのこれ。アップよ。アップにしてみるとちょっと違うと思うけどな。じゃあ待って、こいつ誰？怖っ。え、待って、怖っ。ナス社ではない。え、怖っ。こいつがナス社なのであって、ミオちゃんのスタンプはナス社ではない。違うんだ。では？あ、これはあれだ、ミオ社がナスになった時のナス社だ。あ、じゃあミオちゃんなんだこれは。あ、そう、ミオ社だこれ。じゃあいたらダメやん、消そう。どういうこと？同じとこにいちゃいけないんだよ。世界線にいちゃいけないんだ。そうそう、ナス社が出てるときはミオ社は出ちゃいけないんだよ。あ、だいぶ出てたけどね。だいぶ出てたね。同時に出現しちゃいけないルールがあるのに。タブーを犯しちまった。やばいんだけど。ということで、コロネがタブーを犯したところでね、そろそろお時間になってまいりましたので、本日の配信はここまでとしたいと思います。あと4分だって、こういうのは1時間きっかりでしょうよ。コロネはそれ脱がないの？モフモフのやつ脱いでほしいな。中どうなってんだろう。ね、そうやって言うのやだ。どうなってるんだろう。ふぶにゃの髪どうなってるかな。ナス社隠してんじゃないの？違うの？ナス社隠してんの？ナス社隠してたの？ああ、出てきた。だ、ナス社はタブーなんだろう。そうだよな。おい、おかゆを隠してんだよそれは。気づいてないかもしれないけど、毎回被ってます。ごめん。ナス社だよ。動いてる。世界線に存在してしまった。ナス社うちじゃなかったのか。ピョンピョン。じゃあ誰やだった？え、横にいるのは誰？あなた、うちじゃなかったの？もしかしてうちはうちじゃなかった？怖い。ミオちゃんはミオちゃんじゃなくて、ナス社はミオちゃんってこと？え、じゃあうちは一体誰なの？ミオちゃんは一体誰なんだ？ご想像にお任せします。お前がそういうこと言うからややこしくなるんだろう。